はい、ディビジョン2続きやっていきたいと思います。今回もね、マンハント続きやっていきたいと思いますけどね。そうだな、一番上のコントロールポイント、まずそっから行こうか。そんな感じに思います。あと、懸賞金も消化しておきたいしね。そんな感じのことを思いながら。DCD 本部、前回行って、まだ残りがあるからね、ツタのトンネル、こっから行ってみようかな。まあ、そんな感じで近くまでカットしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、早々に近い感じだな。で、ちょっと一瞬考えてたんだけど、懸賞金、残り2回、CP 攻略したら、2連続で懸賞金行こうかな。そんな感じのことを思いながらね。ちょっと今日は、ちょっと疲れてて、マルチ、ねえ、どっかさ、前回パートみたいに DCD 本部とかそういうとこ行くのはちょっと疲れてるから、なんとなく、懸賞金でね、軽くパパッとね、やっちゃおうと思うんだけど、ね、懸賞金、マンハントになってくると、やっぱり難易度ヒロイックになってくるからね、誰も来てくれなかったら結構辛い、そんな感じを思っておりますけど、ちょっと待って、一回、左側から来てるな、左。正面からが一番ちょっと怪しいけど、撃たれる前に、合流してやっていきましょう。さてさて、ここもね、内側からもトンネル内からも来るんだよね。最初はいいんだけど、防衛の時が厄介だしね。広範囲に広がってるから、それこそね、エリートパイロットとかエリート系とか来たりするからね。見回りの奴らが、その辺も若干ちょっとね、厄介なツタの飛んでる、そんな感じです。こちら敵を始末しろ。どんどん行こう。若干本当に後ろが気になるんだよな。あれ壊さないと。後ろから来た。どう？リロードしとこうか。OK。 いあとここ、こいつは一発だからちょっとやりに行こうか。あとメインはこっちだよな。うわ、出た。あとこっち、まだ1体いるぞ。下がっとこ。壊れた。こいつは、うわ、ずれた。こういう時がね、ほんと困るよ。ゴー。 OK、 助かった。ターゲット取ってくれて助かったわ。あと5秒。ほい、リロードして。うわ、だいぶ奥行っちゃってんのか。ちょっと壊していっか。当たんないしな。壊していこう。ちょっと回復使っとくか。中見えないぞ。ここにつければいけんのかな。あ、いるね。大丈夫。オッケー。やべえ、救出できねえじゃん。やばい。ちょっとやばい、これやばい。
おいおいおい、どこ行っちゃうの。中も怖えしな。リロードしとくか。はあ、カシナドの音聞こえた。ゴー。当たってそうで当たってないか。ダメだ。オッケー。銃の外傷を検知。回復使っとく。オッケー。一掃したけど、敵の増援を検知。みんなどこ行った？あ、おふさん向こうか。行こう、救出に。ワープしてきた感じ？さっきここいなかったもんね。大丈夫？本当に。発砲音聞こえたら。オッケーオッケー。合流しよう。おいおいおい。全く見えねえんだけど。210。やべやべ。頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょい。おい、うわ隠れてなあ。もう助かった。どう？見えんけどさ。オッケーオッケー。後ろから来てるぞ。じゃん。ほい。オッケー、ゴー。時間され急に現れる。わ、向こうからやっぱ来てんな。ほい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 、ほい。ほい、オッケー。重武装の敵を検知。ちょっとかあれだけ回収に行くわ。ああ、こっちから来てるのか。あぶね。やべえぞ。やばいやばい、下がる。外傷を検知。おい。あ、溜まってんな。ほい。ゴー。ゴー。もうちょいやぞ。
ほい、あれ全然ずれてんじゃん。どうした？こういう感じの時に殺せないのあれだぞ。はい、お疲れさんでした。本日はオーバーロードか、サバイバー。ああ、これあれだけね。はい、まあそんな感じで、まあ無難に終わったな。回収していきましょう。これローグか。何何、あ、まだこっから防衛戦ね。なんかボケボケのボケてるわ本当に。造影分団部隊がやっと来てくれてる感じ。まだ見えんぞ。見えない。ちょっと壊しとこう、持ってこよう。よいしょ。何してんのさ。回収。ほい。終わったー。じゃあ、あ、今、なんか、毎回さ、この一瞬、トゥク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 なるから、本当に、ローグ来るかと思うじゃん。はい、来ました。なんか、ツタのトンネル久々だからさ、なんか新鮮だったわ。オープン。オーバーロードったら、フォックスの祈りぐらいだっけ？よし、オープン。お、結構いい感じじゃん。よし、じゃあ残すは懸賞金2箇所行こう。こうやってこれね、まずこっから行きましょうか。じゃん。じゃあ近くまでね、カットしますね。よろしくお願いします。はい、まあそんな感じで合流して始まってきましたけど、なんか制限かけてて、報酬が良くなる感じなのかな。まあただこれはちょっと誰か来る街なんで、まあちょっとこの辺はカットするかな。標的は近いぞ、エージェント。いや、そんなことなかったか。やっぱここで合ってんのか。いきなり死んだ。エージェントが行動不能です。ありがとうございます。ちょっと下がろう。おっと、7。アクセスキー検知。よいしょ。オープン。どこ？あそこか。ちょっと開けてくるわ。はい、まあ行きましょう。別のエージェントがグループに加入しました。別のエージェントがグループに加入。
またエリート来てんぞ。ちょっと勝てえぞ。どこ行った？敵の増援を検知しました。おお。速やかな医療処置が必要です。ありがとうございます。エージェントダウン。敵が接近中。まだ来るか。ちょっと四角になってここダメだな。おい、いっぱい落ちたぞ。よいしょ、回収回収。まあ落ちるアイテムすっごい多いな。やっぱさすがにその制限かけるだけあるわ。でどこよ目的地は。あ、その地か。よっしゃ。え？始まりました。エージェントダウン。やばいやばい、また死んだ。エージェントが行動不能です。頑張れ頑張れ。ありがとうございます。やばいやばいやばい。回収回収。まあ普通の懸賞金だけどすごいなんかドロップがいいな。やっぱりめっちゃ迷子になってるけどな。上か今度は。どっから上がるんだ。助けを求めています。なるほど。めっちゃ影に隠れてる。ちょっと壊して移動させよう。標的はそいつだ。2体か。回収回収回収。行こう。よしよしよし。また位置が悪い。うわ、ちょっと待って。
よく見えんかった。もうめっちゃ来てたんだ。全然さ、なんか合わないな、ここは。まあ、そんな感じで、マンハントちょっと進んだな。オッケー、オッケー。じゃあ、今回、まあ、ここで終わるか。とりあえず一回、ホワイトハウスまで戻りますね。はい、戻ってきました。ただ、やっぱりさ、スナイパーダレットになってくると、やっぱりああいう風に障害物が多いとこでは、なかなか役に立てないっていうかね。だから、ああいうとこでは追尾マイン、クラスター追尾マインが一番使いやすいのかな。はい、そんな感じで今回拾ってきたアイテム、たった2箇所だけど、結構なんかいっぱい拾ったね。チェックしていきましょう。うわぁ、めっちゃ、まあ、これは、置いとくか。オーバーロード。うん、自分だけの体じゃないっていうかさ、セカンドサードにも、持っていける装備があれば、チェックしていきたい。そんな感じだな。オーバーロード。ギラガード。本当はさ、ギラガード欲しいんだけどね。ギラガードの高属性。じゃん。オーバーロード。特にないか。オッケー。武器も拾ったね。うん、はい。じゃあ、あとハンドガン。ハンドガンは結構さ、更新するのが結構あったりするからね、拾うと。はい、まあそんな感じで今回はね、こんな感じになります。次回パートもマンハント、まあ、しばらく継続的に使ってね、続けていきたいと思うけどね。コントロールポイント、コントロールポイントが目立つな。あ、ルーズベルトあるんだ。まあそんな感じのことを思いながら、お疲れ様でした。ありがとうございました。